あとご無沙汰です。あ、明けましておめでとうございます。あ、そうだ。元旦には来たんだけどね。あ、そうだね。あの、今日さ、例によって正月暇だったもんだから、なんか、ね、僕にプレゼントですか、それ。うん、あげます。これなんか、あ、今田さん、宮津さんにプレゼントしておいてですよ。これ使ってって。短いの入んねえから。いやだよ、俺も入んねえんだから。違うのね、今日ね、これ、あのちょっとそこで、あの20発ずつぐらい打ってみたの。はい。今までこの2ボールって嫌いだったんだよ、俺。かっこ悪いし。嫌いだったんだけど、いやいや。嫌いだったんだけど、なんかこれが限定で削り出しがどうしたこうしたで何時間かかって1本作るとかっていうのがあって、バランスが後ろにこれがなんかあってね、お客さん、まっすぐ引けますせと。まっすぐ引けますせと。ね、じゃあ買いますせと。それで、狙ったとこには一番出しやすいですよ、お客さん。で、俺さ、まあとりあえずほら、買ってみたんだよ。とりあえず買って、買ってみたんですね、とりあえずね。ああ、はい、2ボールと、今ちょっとあの、大きいのに聞いたんだけど、はいはい、2ボールと、はい、マネット、はいはい、マネットと、うん、2ボールとマレットと、はい、それとあのキャメロンっていうかピンタイプのこういうやつの、はい、ほら全く違うじゃん。3種類持ってきたってことですね。そうそうそう、だからその利点とかさ、これこういう、何10メートルはこっちの方がいいですよとか、ショートパット緊張してるんだけどこう絶対に入れなくちゃいけないって言うんだったら、ここでとりあえずアップで撮っとかやめなさいよ。2ボールの方がいいとかさ、今トリッキーな発言してるでしょ。今のさ、ほらトリッキーなーっていう顔してるんですよ、ここが。なんかあった10メーターはこのパターンがあのマレットがいいですよとかっていうことを知りたいってことでしょ。そうだからさ、あのこう例えばさ、今の時期だとカラーから落っこっちゃ、あのグリーンからこぼれちゃって、なんかここら辺のラフにあるとするじゃん。ラフっていうかパターで打てるタイプ、打てる時、はい、俺これも打ちやすいと思うんだよな、うん、あのこういうピンタイプっていうか、はいはい、あのキャメロンみたいなやつが、逆にこうやってソールの広いやつだとこうちょっと2メートルでも1メートルでも行かなくちゃいけない時っていうのはこういうの逆にダメなんじゃないかなとかってあるんだけど、はい、それをちょっとあのプロ目線で教えてもらいたいなと思って。僕の感覚ですか。ああ、これはね、僕は あの今成さんが今僕にあのなんだっけ、そのこっちの方がラフから、その今の時期は打ちやすいとか、こっちの方がこっちの方がラフからラフっていうか、ラフっていうか、ね、グリーン周りにちょっとこう打ちやすい、これの方が打ちづらいイメージ、ね、イメージですよね。だからどういう理由で打ちづらいとかじゃないってことですよね。そうね、うん、僕は、うん、僕の感覚の話ですよ。何にも気にしないんで、そのソールの幅、打つのは面じゃないですか。面、うん、だからあんま気にしないです。後ろ見ないし、別にこの後ろ、じゃあカラーにこうかかっちゃってて、はい、グリーン上で、はい、うん、1センチぐらいとか、なんかこのバックスイング、あれは引っかかるってやつですよね。そうあれは嫌です。僕も嫌です。うまく距離感合わせづらいです。づらいもうあれはしょうがないと思う。そうするとこんなとこ打った自分が悪いって思う。この2ボールとこんなソールがあんなに広いやつ、うん、だとこう、はい、それこそこうまっすぐっていうかバックスイングできねえじゃん、うんうん、引っかかっちゃうから、はいはい、やっぱりもうパターってこういうピンタイプっていうかこういう形の形状しか使えないの。いやいや、僕はマレットですから。え、僕マレットです。プロギアマレットですよ。僕のマレットってこのぐらい。あ、そう、僕の前、はい、
だからバックスイング引っかかるとか、引っかかっても引っかかるちょっと浮かせます僕は。あ、じゃあ、 あのボール の、 あの横面というか、なんかちょっと頭でもいい、うん、あのちょっとダウンブローにちょっとパターで、はい、そしたらやっぱ別にヒットできるじゃないですか、バックスイング、うん、絶対そのストロークしなきゃいけないわけじゃなくて、だから僕がいつも言ってるのは、あの、うん、みんなパター練習で、うん、みんな同じ練習しかしないわけじゃないですか、うん、なんでと思うんですか、あのお前首が切れてたのにいいです、一番ね、はい、これ3個持って、今までこのキャブのしか使ってなかったんだけど、ツーボールって初めて買ったの、はい、ゴルフは初めてね、あのコレクションいっぱいあったけど、それで初めてこれファーストコンタクトっていうの、はい、一発目打ったらなんかね、こう柔らかい感じでね、クーンって意外と、はい、それで伸びるんだよね、はいはい、なんか自分の中でパンチくれてないのに、はい、で、それでこれ重心がこっちにあるからですよね、あ、それで俺グリーン上でこんなことやってみたんだよ、はいはいはい、そしたらさ、はい、これ下にこうやってほら、はい、ヘッドっていうか、なんていうの、これが向くじゃん、はい、それあの、それがフェイスバランス、フェイスがまっすぐ上を向く、フェイスバランス、そうやって全部試してみてください、どうなるか、あ、そう、それでやったのこれ、はい、そしたらさ、ほら、これはちょっとこう向こう向いちゃうんだよ、うん、あの今の2ボールはこうなったのに、いや違います、2ボールは真上です、フェイスが上です、え本当、ね、あ、そうそうそう、だから この下がね、こうなるじゃん、そうそうそう、フェイスが、これが横向いちゃうじゃん、うん、これもさ、そうなの、横向いたんだよなちょっと待ってください、ちょっと変なこと言っていいですか、うん、宮下さん、10年前から教えてあげて今ってコレクターだもんだって宮下さんがもう教えるもんだと思ってええって聞いてだからいいんですよ、だから基本だから言ってるじゃないですか、フェイスバランス、よく言葉で出てくるでしょ、フェイスバランスっていう言葉、でもさ、はい、ねこれ、俺キャメロンのコレクターとしてはさ、見た目かっこ悪いよな、ツーボールって、いろいろ僕、あ、そう、言っちゃいけない、深見社長、今これエースですか、嘘、はい、それの、これエース、この、これ、これ全く同じ、全く一緒、嘘、本当、運命エース、この間の、ジャンガーコンビもそれ使ってました、いいっすよ、それ確実にいいです、僕、打たしてもらいましたし、打たしてもらって、なんだよ、ほら見てごらんと思って今日持ってきたのに、もう使ってる人いるの、いますね、なんだよ、あれ、映ってません、知らん俺、自分とあれしか見ねえからあ、そう、いや、パターは、今なんですよ、このフェイスバランスとか、あの、L 字バランスとかってあるんですけど、それは絶対頭入れとかなきゃ、あのパター練習するにもプラスにならないですよ。まあ見た目だけ気にする番長だから、まあそれは OK ですけど、またなんかそのバランスによってバックスイングの上げ方とか変わりますからね、厳密に言ったら打ち方が違うんですよ、パターによって。あのさそういうことさ、もう何年付き合ってんだよ、だから宮下さんもう今言ったじゃん、なんで10年前にパターから一番教えやすいでしょ、ショットよりも当たんない、いや俺パターは教えない、俺パター感性でやってきてる、だから長尺使ってるの。まあじゃあそしたらいいのか、宮下さん、俺は短いパターで、あのこうやって打ってくださいって言ったことないから、そうそう、だからまあこういうラインはこうですよとか言いますけど、だから今の質問なわけですね、今成さんなら分かると、まあいいじゃん、ちょうど分かんない人もいたかもしれないから、そういう、それはそれでね、パターでそんなのなんて、いやいやいや、全然、あ、もう今ここにはないけど、でも今、さっき最近知ってただけで、最近なわけねえじゃねえかよ、僕はお前ゴルフに携わってどれだけ語ってると思ってんの俺だってさ、それでさ、あのさ、先に構えてあっちに当てるとかさ、いや、そういうこと、そういうこと、それがトリッキーの由来なんだけどねだからこう、だいたいセンターシャフトの真ん中こう、シャフトが育ってるのあるでしょ、 あれはだいたいあのフェイスバランスなんですよ、基本、キャメロンぐらいちょっとずれてる、うん、だからキャメロンはもうだからもう昔からそういうのが好きな人たちが、だからキャメロンの人が変えられないでしょ、プロなんかほとんど、そういうのはそういう理由です、
ちょっと打ったときの感触もいいんだよね。まあまあね、素材が違うからね、いろいろとね。あ、そう、うん、だからこの中で、小暮が欲しいのはこの2ボールですね。僕はもうフェースバランスしか使わないです。僕もフェースバランスしか使わないですって。まあ長尺でフェースバランスじゃないの逆にあるのかって聞きたいんですけどこれさ、また例によってこのオデッセイのグリップ買ってきたら、はい、伸ばせる？伸ばせます。このなんか EXO っていうのこれ俺の好きな黒いシャツ。今年は黒だから全部黒にしたいで狙ったんですね。これね。そう、そうそうそう、よく気がついたね。全部調べたら、はい、今まで2ボールってこう白なんだよね、はい、お客さん黒ですぜと金のこれを削り出しましたぜと。それはあれ市販価格でいくらなんですか？俺6万8000え、ほんとほんと昨日電話で言ったじゃん。6万8000円かなんか。2ボールのホワイトホットが、ホワイトホットじゃない、なんていうのこれ名前、なんか知らない。このちょっと見せよう EXO 2ボール、うん、EXO 何の略だろうね。なんかこれ定価っていうか、俺これでも安く買ったんだけど、多分7、8万っていうか、まあ、削り出しってこう米バッって出たら値段上がりますもんね。4時間かけました。多分調べる人はすぐ今調べるだろうけど、そういう値段でした。老眼がね、ちゃんと拭いてくださいね。皆さん触ったところマイクロヒンジフェイスイン、え、錆びますか？マイクロヒンジフェイスインサートって書いてある。これだ、これ錆びないじゃん。これカーボンじゃないんだもうさ、曲がってるでしょネックが。本当だ、いいっしょ。え、いいですけど。いいですけど何？いいですけど、パターの、パターの効果をちょっと勉強しながら言ってください。今頃今日ほら、また教祖の部屋でも何でもいいんだけど夕方ちょっと俺喋ろうと思ってたことが一つあって、はいはい、今僕離れますよ宮さん。いやいやいい、どうしたの？いや教祖の部屋は宮さんで、ああいっぱいいましたよ。だから今日ちょっとね、じゃあ早めにさっと行きましょう。こんなとこにいたらまたどやされますよレジェンドから。じゃあ練習来たんじゃねえのかって言われますから。じゃあ夜やる？夜でもいいですよ。ねその方が絶対いいと思いますよ絶対こんなとこにあいつらまたなんかこそこそやりやがってで飯の時僕飯一緒に食べてないから言われるのはパンチョですからね。分かった。じゃあ25番まで行ったんだけど、俺がざっと調べただけで今日48すごい半端ないやだ。もう宮下今日あれだよ、どんどん増えるよえ、ここで、はい、今年から口の利き方を本当だよ、まあ、米付きバッタにするぞ。いやいや、もっと大口になるひどいでしょ。あれひどいよな。友春今日いたら俺行ってやろうかと思ったんだけど、いや、いると思うけど、まあ、ちょっと今出かけてる。あ、そう、はい、まあ、じゃあ夕方にしましょうね、これ。あ、やろう、はい今のテイク2じゃない？基本的にはいや、ピンタイプっていうのはネックの部分のことを言うんですよ。あ、そう、これがピンタイプなんで、まあ、これはヘッド自体はマレットタイプなんですけど、うん、これもそうですけど、こうなりますよね。先の方が重いんですよ、うん、だからストローク的にはフェイスバランスっていうのは、僕はフェイスバランス、ここでもそうだけど好きなのは、うん、こうやって構えてまっすぐ引きやすいんですよ。まっすぐ引いてまっすぐ出しやすいんですよ。出しやすいフェイスバランスっていうのは。ただこれはフェイスバランスじゃないんで、まっすぐね、この通りにまっすぐ上げようと思うとこっちの方が重いんで、うん、先の方が上がりづらいんですよ。だからストローク的にはこういう扇形で打たなきゃいけない。あ、そういうのはね、うん、ドライバーとかアイアンとかとほぼ一緒の感じ。じゃあこういう2タイプとかこういうあれは、そう、フェイスバランスはもう基本的にはこういうフェイスがまっすぐの動きがしやすい。いいんですよ、別にどんな動きしようが自分の思ったところに転がせれば何の問題もないんだけど、こっちの方がまっすぐ引いてまっすぐ出しやすい。まっすぐ引いてまっすぐ出しやすい。出しやすい。じゃあまっすぐ引く。はい。
じゃあインパクトをまっすぐ出す、出す、押し出す、うん、もうだからこうやってやってこういう感覚ですよ、フェイスバランス。あ、こっち来たね、はい、これは先が重いからほらこうやって帰っちゃうでしょ、こう先が。これはどこまでもまっすぐ行く。トリッキーだね、それ。トリッキー。それまあいいや。俺の感覚のね、競争の競争の感覚だから。だからもうフェイスバランス、だから僕はロングパット打つときにフェイスを返さないとかって打つじゃないですか。こうやって やる動きじゃないですよ、長尺っていうのは長いから。でもこういうパターンはこういう動きが、扇形が基本的にはやりやすい。開閉しやすいっていう、開閉しやすい、これは開閉しづらい、そのくらいまっすぐ引きやすい、うん、確かにボール1個置いて2個並んでるから、うん、はいはい、あのまっすぐは引きやすい、引きやすいですよね、引きやすい、はい、そう、まあでもそういう感覚を持ってれば大丈夫です。それをだから感性でやってたのかな今まで。あ感でも89年だな、感性ねえのかな。いやいやいや、80切りはね、番長はあのやっぱりね、もう1時間、2時間集中して練習するぐらいができると、また、それであの、日によってスイングを変えたりしない方がいいですから。でもさ、パターの練習ってさ、うん、さっき59くらいだったんだけど、飽きちゃうんだよな。それ一緒の打ち方しかしてないからですよ。またなんか当てたよ。え一緒の打ち方しか練習してないから飽きるんですよ。どういう打ち方したらどういう転がりしてどのくらい伸びるかとか、パターでどこで打ったら、あ先で打ったらこんなもん、ヒールで打ったらこんなもん、トップさしたらダウンブロー、アッパー、フックスライス1本で。あ、そう。で、あ、ショットですからね。あー、ショットショットで、アプローチ、ショットですから、まあ、それをちょ、まあ、まあ今日やってみてください。 OK、 いろんなところで打ってみてください。あ、左目に置いたり、中に置いたりとかも、近く遠く、もう5時間ぐらいあっという間に経っちゃいます、パターン。いや、最後のそういう最後の5時間はないでしょ。あー、カートだし。いいっすね。まあ、あったかいうちにやってきてください。一応お、そんな切れ角あるんだ。ありがとう。すげえ。トリッキーってなっちゃう。まあね、ここでしょうがないよ。しょうがない。うん、パターがさ、うん、もう得意でとかっていう人たちはすごいそういうパターの性能を意識するんだけど、うんうん、番長は今まで性能じゃないから。うんうん、素材とか見た目とかそっちでこううまくあのいっちゃってるから、間違いない、そうだ、性能無視だもん基本。それ怒られそうだけど、性能よりまず形なんだ、うん、まあ、そういう楽しみ方をしてる人だから、そうだね、だから多分今の俺らの説明が、うん、あ、早く言ってよって言ってたけど、そういうことなの。まあでもあれで性能をまた覚えたら、またパターンの面白さ出るから、だからパタコレの中身も変わりますよね。そう、変わると思う、うん、素材とかに関してさ、うん、キャメロンのさ、なんとか素材とかっていうのすげえ細けえ。だから、そんなこと言ったらさ、曲の言ったらさ、俺逆に打たしてもらいたいもん、知らないんだもん。そういうあの、うん、なんかいろんなすごい素材、うん、打ちたいですもん。だから、あ、まあ、それはそれで楽しみだから、だからゴルフの楽しみ方がだからあるから、別に僕ダメとは言ってないですからね。いや、広がるからいいんだよ別に、うん、素材、まあ素材オタクっていうやつだね、例にあのよく言うね。オタクという名前を付けるんだったら素材オタクだよね、番長はね。だから性能オタクじゃないんだ。じゃあ宮下さん何オタク？完成オタク。ちょっと待って、今の結構な爆弾発言だよ。じゃあ何もかも完成でやってるの？いや、でもね、実はね、河合プロからレッスン受けたから、うん、今年はスクエアで行こうかなと思って。何スクエアって？全てスクエアで行こう。絶対ダメ。絶対だって大体スクエアがないんだから。いや、そうなんだよ、感性で行き過ぎてさ、スクエアという言葉が口から出たらね、ちょっと気持ち悪い俺が。いや、ちょっとやってみたくなった。え、
スクエアを、うん、スクエア。だってどこ向いてるか分かんねえって言うじゃん、スクエアが。いや、でもスクエアで、の、でも立てるのよ、別に。いや、だって立ったら右45度がスクエアじゃん。違う違う違う、そうじゃなくてちょっとそれもね、まあ練習でやってどうなるかっていうのをね、ちょっとやりたい。大体パターでまっすぐ構えないんだから無理だよ。え、いやいや、パターですらまっすぐ構え、いや、フェース面はまっすぐじゃん。いやいや、先で構えてさ、ドロ、フックラインもスライスラインもさ、右向けてんじゃん。スライスラインだって右向いてかぶすじゃん。まあそれは俺自分で分かってくる。だからそれを言ってんの。それを言ってんの、もうスクエアに立てないでしょってこと言いたい。だからスクエアにも構えてないから。なんでスライスライン右向けてさ、引っ張るのよ。右向けてないよ。スライスライン左向けて引っ張ってんでしょ。違う違う、じゃあフックラインも左向けて開くってことでしょ。あ、そう、逆か逆か。そういうことするの。それはだって俺が俺自身を分析して分かってるから。だからパターン入る。その日によって行き当たりばったりじゃないの。違う違う違う、いや、お前も行き当たりばったりだろ、だってどちらかというとね。だからあのスコアがこうなるわけだろ。うるさいっす。俺だって去年のスコアなんかさ、だって79か80しか出してないんだから。これもう相当これをな、ちょっと待って、審判なんつうの、ちょっと待って、判定してるっていう。ちょっとコーヒー吹きそうになっちゃった。ちょっと待って、それね、自慢じゃないから。79、3回と82回しか出してないんだから俺。まあ、それ自慢なの、そのスコア。安定してるでしょ。でさ、今年のさ、目標がさ、アンダーパーだから。今年の目標だ。違う違う、アンダーパーって、違う、ベストスコア。うん、ベストスコアね。なんかまたほら、大口じゃん、それ。いや、なんでしょ、だってみんなそうでしょ。ゴルフやってる限り、やっぱりベストスコア更新を狙ってるわけでしょ。そうですよ、そうですよ、基本はね。だから国連みたいにベストスコアを考えずに、うん、いや、バーディー数とかっていう人もいるだろうけど、うんうん、まあそういう楽しみ方もあるけど、うんうん、俺は今年に限ってはちょっとベストスコアに近い、今年に限ってね、近いスコアを狙いに行こうっていう目標だもん。別にお前にあんなんだかんだ言われる筋合いに。いや、じゃあ中央で待って、すごいさ、79、3回、82回を自慢にしてくるから。違う、自慢じゃなくて、いや、安定してるでしょ。安定してる。俺1アンダーから80まで、でしょ。だってそう、俺だって79、79、80、80、79だ。安定してるでしょ。だから79.8 とかそんなレベルだよ。だからこれが安定でしょ。うん、安定しますね。だって上下差が1しかないんだから。これが究極の安定でしょ。こんな人に俺がの方がうめえとか言われるからさ。最悪だ、本当に。ということで練習しよう。ちょっと安定したゴルフにした方がいいよ。やだ、80近くで安定したくない。いや違う、だから、いや、そういうことよ。だから、やだよ。お前は、お前はだから72、3をこうやってやればいいんだけど、たまにさ、たまに80近くボーンって来るわけじゃん。そこに俺が照準を合わせていらっしゃいってやってる。そっか、そういうことか。そういうことだよ。だから、まあ、まずはそうだよ、あれで、そうだ、インフルで逃げた考慮はね、もういっぱいしてるってことだよ。そうなんだよ、次もインフルにならないで気をつけてね。今度 B 型、 B 型、本当だ。じゃあちょっと体を動かします。いや、